はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナルファンタジー8からフィッシャーマンズホライズン、そしてファイナルファンタジー10から祈りの歌、そして素敵だねをお聞きいただきました。リキさんって久々に会ったらちょっとふっくらした印象ないですか？なんかすごくお幸せそうな感じですよね。幸せなふっくらというと、なんとね、リキさんね、はい、おめでたなんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。来月か再来月、え、もうそんなすぐなんですか？わざわざそれでお越しいただいてそうなんです。ありがたいことですね。ありがたいですね。でさっき着てた洋服すごい綺麗だったでしょ、はい、あれがかの有名の大島紬ですよ。あれすごく細かい模様ですけども、描いてるんじゃなくて糸から折ってるんですよね。そう、折ってるですよね、はい、うん、あの始まる前に楽屋に行ってね、リッキーさんにいろいろね、はい、これはいくらぐらいすんの聞いちゃったけどあれものすごい高いですよ皆さん、うん、でも女性なら一回ちょっと着てみたいようなものですよね。そんなもんなんですかね、もう持たせてもらったらすごく軽いね、絹でできてて、でまあまあその大島つむぎの大島、はい、東京都の大島じゃないですかあれ。もちろん知ってますよ。知ってますか、はい、あの奄美大島、そう、鹿児島県のね、はい、意外と沖縄と思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですそんなのは私だけですかね、はい、鹿児島県の奄美大島です、ね、そうです、はい、あのリッキーさんもともとと言いますか今でもそうなんですけれども、その奄美大島の島歌を歌う歌手、はい、向こうではあのその歌詞のことを歌者って言うんですけれどもね、はい、あの奄美大島の島歌って裏声が特徴的なものですね。そうですね、あの裏声で拳が、はい、今のあの素敵だねもちょっとあの拳回ってたと思うんですけれども、あれ独特な節回しですよね。ですよね、最近全国的にすごく有名になってきたものですよね。で、もともとそういう民謡を歌っている方なんですけれども、15歳の時にね、あの全日本の民謡大賞でグランプリ取ってます。はい、あれしかも史上最年少と、最年少らしいですよね、はい、うん、すごいね。すごいですよね、はい、で今ずっと活躍してらっしゃって、うん、最近は最近はね、はい、あのもちろんあのこの間もね、僕あの川崎でやってた沖縄の琉球の音楽のコンサート行ってきて、そこでも出てたんですけど、はい、日本国内にとどまらず、あのね、ヨーロッパ、ドイツとかアジアとかでもコンサートやってるんだよ、うん、リキさん。なるほど、音楽はすごく言葉の壁を超えたコミュニケーションツールですもんね。難しい言葉覚えてきましたね。はい、一生懸命考えました。そうですか、はい、まあ、リキさんみたいな方にね、これからもこうそういう日本の伝統文化みたいなのを海外に広めていってもらいたいと思いますね。そうですね、これからも応援していきたいですよね。はい、はい、それではここで本日素晴らしい演奏をしていただいている皆さんをご紹介いたします。はい、演奏は今回のコンサートのために特別に結成されたオーケストラ、プリマビスタフィルハーモニックオーケストラの皆さんです。はい、続きまして合唱は GYA の皆さんです。いらっしゃらないですねさっきの方たちがそうですよ。そうですよ、はい、そして指揮はわざわざこの日のためにアメリカシカゴよりお越しいただきましたアーニー・ロスさんです。上間さんはアーニーさんとアメリカで何回かお仕事なさってるんですよね。あの先ほども話しましたように、去年ちょっとあの北米の方であの何か所かでツアー、オーケストラコンサートのツアーやったんですけれども、その時の音楽監督アーニーさん、なるほど、やっていただいたんですよ、はい、ディアフレンズツアーっていうんですけれどもね、でそれがあって5月ぐらいにね、ディアフレンズツアーのバージョンアップ版とも言うべきモアフレンズっていうコンサートを、はい、ロサンゼルスでしたかね、ありましたね、はい、やりまして、その時もあの音楽監督と指揮をやっていただいたんです。はい、おん、そういえばこんなところに、あら、そんなところにあるのは、これはなんだ、それは2月の15日に発売されたばっかりの、モアフレンズのモアフレンズのコンサート CD じゃないですか。これこちらはあれですよ、あの兄さんをね、指揮した指揮を振ってらっしゃる、うん、はい、しかもこれ今回会場で売ってます。ぜひとも皆さん1人4枚ずつぐらい、4枚ずつ、はいお買い求めいただきたいと思います。そして、はい、お、これは何だ、うん、なんか出てきた、大丈夫ですか、はい、あら、お、これはその素敵な T シャツなんと、ボイセスオリジナル T シャツじゃないか。あら、こちらも会場で売ってるんですか。これ売ってますよ、なんと制作スマイルプリーズなんですね。え、上間さんの会社じゃないですか。そう、今これをお買い求めの皆さんには、お、これは何だ、まだあるんですか、ちょっとスマイルプリーズのかわいいハンカチが、イラストが、パオのイラスト付きのハンカチが付いてきます、はい、素晴らしい、お買い得ですね。もう今日買うしかない、買うしかないですね。まだちょっと残ってるみたいなんで、じゃあぜひこの後の休憩とか終わった後にでも皆さん覗いてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、まあ、宣伝も済んだところで、はい、あのせっかくですのでアーニーさんにいろいろお話を伺ってみたいと思います、ですね、はい、はい、
ちょっと英語ができないので、あの通訳のインナンさん、あ、インナミさんにお願いしたいと思います。でもよかったのに、はい、通訳、え、どうぞお願いします。いや、じゃあ早速質問してみたいと思います。はい、はい、初来日とのことなんですけども、日本にどのような印象をお持ちになりましたか？ A beautiful country, they've treated me very graciously, and it's especially a thrill to be hereOn the week of the release of this More Friends CD and to be able to conduct for you. So thank you. とても美しい国でですね、皆さんとてもよくしていただいて、特にあの More Friends の CD のリリースの週にあの日本にいて、そして式ができることをとても光栄に思っております。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。続いて、普段アーニーさんはクラシックを中心とした音楽の指揮をなさっていると思うんですけれども、ゲームの音楽を指揮するということをどう思われますか？ Well, actually, I have had some experience conducting video game music. With the Dear Friends Tour, the More Friends concert in Los Angeles, and we'll be doing some more of that in the future as well. The audiences are the best of the classical world and the most enthusiastic. They're wonderful.はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今後の活動について教えていただけますか？ Well, let's see. Irish Tenors in March, a tour of the Irish Tenors in the USA. We have video game symphony music in Stockholm, Chicago, Philadelphia, Washington DC and several others. It's quite a busy time. I'm working on my sixth movie score right now. So, very busy. London, Prague, Stockholm. It'll be fun. かなりお忙しいですね。お忙しいですよね。はい。ゲーム音楽のコンサートも。あの、今年あれですよ。Play っていうタイトルのね、ゲーム音楽のコンサートやるんですよね。Play。Yes, yes. あの、アメリカ、あの、海外でね、ヨーロッパとかアメリカでもコンサートやるんですよ。Play の。あ、はい。うん、それのね、オープニングのファンファーレ僕が書いたんですよ。え、上間さん書いたんですか？そうすごい。まだギャラ入ってないけど、ね。ちょっと。Yes. それは言わなくていいことです。はい。Oh yes, the opening fanfare. It's written. Absolutely. Yes, it's wonderful. We will do it. May 27th. Yeah. 本当？5月から。27日です。5月27日から。はい。じゃあみんなも一緒に行こう。そうですね。みんなで行きましょう。はい。というわけであのお話はつきませんが、そろそろ次の演奏を聴いていただきたいと思います。はい。アニさんどうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you. ありがとう。はい、じゃあ次の曲ではですね、はい、アーニーさんとオーケストラの皆さんと合唱の皆さんには少しお休みいただきまして、この方たちに素敵なパフォーマンスをご披露いただきましょう。モーグリーズの皆さんによるファイナルファンタジードゥアップメドレーです。ね、よろしくお願いします。初披露です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。